どうもこんにちは。漫画家のカッピーです。左、えー、引きのエレンという漫画を描いております。今日は、えー、原作者の僕が漫画の設計図のような存在、ネームを、えー、自分で解説するというシリーズの動画になってます。ちょっと早いんですが、2週間前かなあのー、に公開された話について、えー、解説したいと思います。というのも、ちょっと 早い理由は結構過去過去一番ぐらい反響があのありましたおかげさまであの大きな反響があったので、えー、ちょっと今回は早めに、えー、解説動画を出してみようかなと思って作りましたのでよかったら見てくださいでもう一つあの実はあのー、左引きのエレンとは全然関係ないんですけど発表がありまして、えー、僕の初めての本 もう4年前になるんですけど、この、おしゃいえソムリエおしゃこっていう、すごいふざけたギャグ漫画。あ、あ、なこれ見本詞だ。すごい。<laughs> す、いません。見本詞だった。えっ、ー、と、ふざけた漫画がありました。で、これが、なんと4年越しに、えー、4年、発売から4年経った、この令和の今、なぜか、えー、テレビドラマ化、 そういういことになりました、えー、テレビ東京さんで7月からお送りしますのでよかったら見てくださいで、えっと、僕の Twitter の方にもこれの漫画の最新話、えっと、特別編をアップしたりしてるのでよかったら合わせて見てもらえると嬉しいです、えー、それでは、えー、今日は左利きのエレンのネームをセルフ解説しますよかったら最後までご覧くださいよろしくお願いします えー、じゃあ121話解説したいと思います。まず1ページ目なんですが、この、えー、朝倉が柳チームに来て2年が経った。普通だったらこのモノローグでこんだけあのスペース使うのはもったいないと思うんですけど、結構長めの余韻でこのプラス1年経ってるっていうのを表現したくて、大きく駒を取りました。で、まあ、 ジャンププラスで連載するときって、なんかここにあの、左引きのエレンとか、なんか、いろいろなんか青リ文があったりとか、なんか結構情報多かったんで、あんまりその意図した演出が伝わってないかと思うんですけど、まあ、あの、結構繰り返し僕が言ってることではあるんですが、あの、単行本が最終形だと思って漫画家は、 連載しているので、まあ、この辺にね、この文字があるから嫌だっていうのはちょっと、まあ、あのー、そんな風にはあまり思ってないので、まあ、連載は連載として、えー、週刊連載の醍醐味として、そのま、煽り文とかも含めて楽しんでもらえればなとは思ってますけども、えー、演出的には単行本が最終形だというのは忘れずにおいてほしいです。なので、ま、単行本を読んでほしいということでした。はい。 このね、あの、一コマ説明するたびに単行本を押していくっていう、どんだけ読んでほしいんだっていうね、感じですけども、ええ、やっていきます。まあ、状況説明ですよね、この。ま、影薄いけど、なんとなく読者的にも一応覚えてくれてる、あの、純レギュラー的な立ち位置の、この。やべ、名前がどうするえ、嘘でしょ。山下だ。山下。やばいやばいやばい。山下。山下です。山下います。 で、えー、山下目線で、高一を見ているところから始まります。で、まあここ、ちょっとすごい悩んで、あのー、高一のその実力を示すために、要は、まぁ、あ、この、たった一年でこうも変わるのかを、ちゃんと見せるために、えっと、その描写を書く え、描こうかと思ったんですよ。えー、まあ、ぐ、あの、具体的に言うと、なんか案件を描こうと思ったんですよ。最初は。でも、やっぱりその、なんだろう、そのバトル漫画とかだったら、なんかその、例えばですけど、読者がすでに強い、まあまあ強いと知ってる敵キャラクターを再登場させて、それを一撃で倒すみたいな、なんか、 え、演出ってあるじゃないですか。まあ、その、一番有名なのは、その、トランクスが、メカフリーザーを一瞬でぶ,ぶった切るみたいな、なんかそういう、え、あの敵と比較してこんなに強いキャラクターなんだっていう、なんかそういう、なんかあの、力関係をバトル漫画とかは一瞬で見せるからいいなと思ってるんですけど、このエレンの物語だと難しいですよね。その、クリエイターの実力を一瞬で見せるのって、 あの、難しくて、で、結局、その、エピソードも考えたんですけど、さすがにちょっとね、ページ数がかかる。で、えー、どれくらいかかるかっていうと、試しに書いたんですけど、まあ、試しに書いたからいつか、なんか、表に出したい気もするんだけど、出すタイミングが多分ないエピソードで、その、えー、読者から闇市と呼んで、 愛されている高一ですけども、この高一が、その、まあ、活躍するエピソードっていうのはちょっと追加で考えてはいたんですけど、それをやると多分、あの、まあ、3話ぐらいはかかるんですよね。この漫画って、あの、読者の感想とか見てると結構話が行ったり来たりで、流れが、あの、わかりづらいっていうご意見多々あると思うんですけど、 まあ実際僕も読者だったらそう思うかもしれないんですが、一応、えっと、もちろんですけど狙いがあって、結局完結までもう考えちゃって作ってる話なんで、えー、っとね、なんていうのかな。なんか、例えばですけど、えー、〇〇がもうなんかしばらく出てきてないとか、まあこの話いらんねんみたいな。 まあ読者ってこういうこと言いがちじゃないですか。まあ他の漫画とかを読んでてもなんかそういうコメントを書いてる人多いと思うんですけど、まあそれはまあ読者的にはわかると。えー、っと、まあ推しのキャラクターがたくさん出てきてほしいとか、まあそもそも主人公がたくさん出てきてほしいとか、やっぱりあの思うだろうし、あのそっちの方が安心して見れると思うんですけど、エレンの場合はその一応最後までもうラストが決まっていて、 始まってるので、僕がな、何を気にして調整してるかっていうと、そう、あの、この、なんだろうな、高1一主人公だから別に、あの、この3話かけても本当はいいじゃないですか。むしろ主人公の活躍会だから3話ぐらいかけろよって思うかもしれないですけど、それをやんないのは、その、なんだろうな、全、全体までのこの、 感情の起伏があって、ベーンって行くんですけど、ここで。なんか、歩幅が合わないっていうか、ここでなんか闇市をそんなにたくさん描くと、ここの、なんか、ホップ、ステップ、スーパージャンプみたいな、なんか、それの歩幅が揃わなくなるみたいな感覚で結構やってます。ちょっと、まあ、この話に関しては、まあ、感覚なので、なんか、単発の話じゃなくて、この和数の、なんか、 えっと、このエピソードになんかなぜ3話かけてんのかとか、このエピソードがなぜ2話なのか、えー、このエピソードがなぜなんか10話なのかとか、このエピソードの歩幅っていうのがなんか割と、なんだそ,それ自体がなんか主,主題っていうのかな、な,なんだろう。 えっと、よく、なんかその読者的な話が脱線してるぞとか、漫画に対して、このエレンに限らずね、その漫画に対して話が脱線しているぞ作者みたいなツッコミってあると思うんですけど、多分ね、その僕に限らず他の漫画家さんも別に脱線してるつもりじゃなくて、 あの、数は先、数十は先を見越して、このエピソードの歩幅を調整してるっていう、なんかそういう作業が多分週刊連載にはあるんだと思うんですよ。それがうまく言語ができなくてちょっと歯がゆいんですけど、まあ、と、とにかく、その、なんだろう、よっぽどね、なんか新人でもわ訳わかってないみたいな、あの、ふわふわした連載じゃない限り、その、あれなんか脱線してねと思ったら、 あ、なんかを準備してんだなって思った方がいいと思います。えー、いいと思いますというか、そうしてみないと、やっぱ、あの、楽しめないというか、なんだろうな、うん、読者が欲しいものだけ提供していると、やっぱり漫画って話進まないんですよね。だから話を進める作業として、やっぱりこの、なんだろうな、この振り幅っていうのは多分、この振り幅っていうのはすごい大事だと思うんで、うん、なんか、このエレンに限らず、漫画とかを、 まあ、主に漫画だと思うな、これ。この問題って。その、週刊連載で定期的に更新される作品って、まあ、週刊連載が、あの、週刊連載漫画が多分一番は、あの、多いと思うんですけども、まあ、テレビドラマとかはね、あの、10話とか決まってるから、その、あんまり、その、心配になるような脱線ってないと思うんですけど、漫画とかがやっぱ独特で、この、面白いっすよね。この、漫画、 漫画独特かもしんない。この、脱線、脱線を心配するファンの声。これって、なんか、あの、週刊連載独特だなと。あ、脱線違えか、こうか。独特の現象だと思うんですけど、脱線してるぞ、ポリスがいるんですよ。脱線ポリスがいて、あの、脱線すると怒る人がいるんですけど、多分ね、さすがに、あの、漫画家、 その話作りの一応プロでご飯を食べてるので訳、あのー、も分からず脱線してる作品ってまあ基本ないんじゃないかなと思うんですけども、えっと、僕が思うそのこの辺の話はやっぱりこの歩幅っていうところかなと思いますこの走り幅跳ぶでホップステップジャーンプっていきたいからこ,のここでなんかもたつきたくないみたいな。 そういう感覚があるんじゃないかなと思ってます。すいません。すげえ長くなっちゃった。はい。えー、まだ1ページ目。ちょっと続けていきます。えー、なので、えー、っと、この闇市がどうなったかっていうのを、この2年経ったで飛ばすっていうのは、ちょっとそういう思い切りです。だから山下の目線で、高一がいかに成長し,したか、うん、っていうのを書いてます。 で、ギさん。で、まあ、視線の流れ。えー、そう、これ、ここまで、あれなんですよね。あの、目しか映ってなくて、こっから、背中、背中しか映ってなくて、で、えー、で、振り向くっていう、この流れですよね。ここはかっこいいなと思って。で、山下縁群と、 えー、まあ、これをだから受理するですよね。この制作会社変えていいですねっていう、すげえ生意気な物言いに対して、この、こう、柳が受理するというシーンで、えー、まあ、ここの力関係はまだ、もちろんある、あるんだけど、ここの、なえっ、ー、と、まあ、認められてるっていうね、描写ですね。 で、新しい生産会社を探しますって。だからまあ、その、あんまりね、あの、はっきりは書きたくないんですけど、その、結局これで、山下援軍つって、この新しい生産会社を探すっていうタスクを振られちゃってる山下さんは、えっと、正直、やっぱこ、もうこの時点で高一より下だと思われてるんですよね。だからそこがちょっと、うん、悲しいですけど、まあ、しょうがないですよね。そして、 ええー、かわいそうに、すっかり、不人気キャラとなってしまった小泉さんなんですけど、べまあ、な、別に、好かれてほしいキャラじゃないっつったらすげえかわいそうだけど、なんだろうな、別に、まあ、もちろん敵じゃないし、敵として一回も描いてないし、まあ、かといってなんかその、他の、だから、あれなんだよな、他のキャラクターが、 ポジションがはっきりしすぎてる問題。で、まあなんかその、うんなんだろうな、その、いろんなポジションが、ポジションがはっきりしてるキャラがやっぱ人気で、あの、さよりも、ニューヨーク行くまでは、あの、別に人気でも不人気でもなかったっていうか、まあ若干不人気だったかな。若干不人気から、あの、まあ、 役割を得たところから、まあ、覚醒したじゃないですかね。その人気って意味でも覚醒したと思うんですけど、やっぱりこの、やっぱ、その、なんだろうな、そのポジションが不明確な状態って、やっぱ人気出にくいんですよね。黒か白か分かんない状態で、こう何人か置いといて、それがオセロみたいな感じでバシバシバシって、こうなんか揃っていくのが、群像劇の面白さだと思うんで、そういうふうにキャラクターは置いてるつもりです。まあ、別に、なんでしょう。 小泉、嫌いでいいんですけど、<laughs> 嫌いでいいんですけどっていうか、別に僕もそんな小泉の思い出ないんで、いいんですけど、あの、ええー、何の話だこれ、小泉をかばってるようでディスるという、なんかよくわかんない、あれなんですけど、ええー、小泉は割と、ええー、大事に書いていきたいなと思ってます。ええー、まあ、最近の小一くんはまるで、 柳さんみたいだって、このね、これっすよね、この、みんな言ってるよっていうのが、やっぱ、やっぱ、不人気なら、っ <laughs> て、不これ不人気だよな、やっぱり、ね、その、なんだろう、その、はっきり言いますけど、小泉は若干不人気になるように、やっぱ書いてます。で、しかもそれが、あの、柳みたいに、あの、なぜ悪いか、なぜ怖いか、えー、 っていうあのはっきりした描き方じゃなくて、なんかあの、小泉はね、じんわり嫌なんですよ。この <laughs>、みんな言ってるよとか、そういうすげえじんわり嫌なことを言うんですよね。だから、やっぱ人気出るねって、<笑><笑>まあ人気出る要素、今のところないからいいんだけど、その、えー、っと、この辺は、まあちょっと、その、えー、いじわで書いてます。みんな言ってるよ、最近の小市君くんは、まる、あ、で柳さんみたいだって。あの、これより楽だよ、今は。えー 言うんだけど、っていうことに対して、ここで、あの、小泉は、こ,こ、ここの、ここの、素っていうのが、ちょっと僕ミスったなと思ったんですけど、ミスったかなちょっとこれ読者に聞いてみたいな。あの、これ、あっその素だと読んだ人が何割ぐらいいたかなって思って、あの、実際原稿で、アプリで読んだ時に、あっその素に見えそうだなって思っちゃって、 本当は、あの、えー、そんなのは、とか、そ、そんなことないよ、とか、その、否定の、そ、そ、あの、否定の始まり、えっ、ー、と、否定の言葉の始まりの、なんか、あの、言い、言いかけなんですよ。言いかけ。で、えー、でも、実力がないから言い返せないっていう、やっぱ、この会社の、やっぱ、間違ってるところ、 あの、実力社会などは大変結構なんだが、あの、実力がないやつがやっぱ口を開けない、口を紡いでしまうっていう描写なんですよね。これはやっぱ正直広告業界すげえあるんですよ。あの、実力あれば何言ってもいいし、どんなに強い言い方してもいいみたいな風潮がやっぱり若干だけあって、えー、当時は特、当時はあって、今は知りません。今は時間が経ってるんで改善したかもしれないけど、やっぱりそういうなんかパワハラ、 って一括りにしてしまうのは危険なんですけど、えー、やっぱりそのや実力社会っていうのは良くも悪くもある。だから、えー、実力はない小泉は素で止め、止めざるを得ない。っていう、えー、思いで書いてますち。ちょっとこの層の言いかけが、言いかけっていうのはそもそも伝わってるからちょっと心配になっちゃったんだけど、うん、ここ、だわ分かりやすくするのは、まあ、そんなこと。 でそんなことで、てんで、僕なんかが言えねえみたいなさあの、モノローグよね、ここも、心の声で。ってやったら、だまあ、どんなにあの脳みそ空っぽな状態で読んでも分かると思うんですけど、それをまあ書きたくなくて、まあ、っていうのも別に、この時点でやっぱり別に小泉はあのいいんすよあの、無視してもらって。 だから、まあ、こんなもんでいいかなっていう。なんか,か、感、そう、感情の説明って難しいんですよ。なんか、やっぱりなんかやりとりしてて、キャラクター同士やりとりしてて、なんか、わ、今の一言めちゃくちゃ傷ついたわってモノローグ入れるの、やっぱ嫌なんですよね、その、あの、例えばね。だからなんか言われて、あ、もう今の一言めちゃくちゃ傷ついたわっていう顔を描いてほしいんですよ。な、その、 えっと、そこはニフニさんとの共同作業ではあるんですけど、やっぱりそこでなんかあの、全部セリフにしちゃうとなんか、わけわかんない、わけわかんないじゃないな。あの一、一そっちは100%触るんだけど、あの、なんかそれだけになっちゃうのは嫌だなと思って、言葉に詰まって言いかけて、で、タバコを吸おうとするんですよ。で、これが、えっ、ー、と、どう読んでほしいかっていうと、タバコを吸おうと、 してるってことは、もう、言いかけたことを、そのまま言わずに終えるってことなんですよ。だから、この、これで、まだ、まだ言おうとしてたら、タバコ吸おうとしないんですよ。だから、タバコを吸おうとするっていうのは、もう諦めたってことなんですよね。だから、ま、そ、ここの2個まで、言いかけたけど、言えない、諦めたって、したい。で、えー、っと、でも、ま、タバコを吸おうとして、ちょっと気が緩んだ瞬間に、この、全く別の話をする、する流れなんですけど、 えっと、まあ、遠からずというか、高一がこの言った、そのあの頃より今が楽ですよっていう言葉に対して、言い返したいけど言い返せなくて、でも全く違う切り口から、もしかしたら、えー、っと、同じ話かもしれないことを言い始めるっていう感じかな。あのここで言,い言えなかった言葉は、なぜ止めたかっていうと、 実力はないから言い返せなかった。で、これは何を言おうとしたかっていうと、あの、仕事人としての意見の衝突は、やっぱ、もう口答えできないんですよ。仕事人としては。ビジネスパーソンとしては、高一には足元にも及んでない小泉は何も言えない。でも、ここでな何をつらつら急に話し始めたかっていうと、こっちは、あの、仲間としての言葉なんですよね。 対立じゃなくて、あの頃の話なんですよ。だから、うーん、この辺のなんか、むずいよね。この、仲間としては言えることがあるっていう話の展開なんですよね。だから、それがいいなと思って。で、えー、っと、もう一つ、小泉の、ちょっと好きなシーンがあって、あの、こいつはね、いつも食べ物の話で、やっぱり、かわいいなって思うんだけど、今日は朝から何も食ってないって言うんですよ。 小泉って他のシーンもぜひ見てほしいんですけど、なんかね、きっかけは、きっかけは割となんかせ正義なんですけど、正義がきっかけで話し始めるんだけど、最終的に自分の愚痴になるんですよ。小泉って <laughs>。そこがね、やっぱ不人気キャラなんですよね。ここがやっぱ、ね、モテねえなっていう不人気感がここに滲み出てるんだけど、これが僕の好きな塩梅で、あの、いいやつ、 根はいいやつなの、絶対。あのー、正しい正論言うし、こ一心配してるし、沢村さん慕ってるし、根はいいやつなんだけど、最終的にやっぱ自分の可愛さが勝るっていうのが、やっぱ小泉、小泉人気でねえなーって思うんだけど、ここが好きです、僕は。あの、やっぱ最、あの、やっぱ3枚目キャラなんだよな、その2枚目になれないけど、あのー、 やっぱここが小泉節でいいなと思う。うん。だからね、その、やっぱり、なんでしょう。うん。でもやっぱ、高一のことは一応考えてはいるっていう。で、まあ、ここの注意書きは、ちょっとまあ、意味深なき、意味深に受け取られるかもしれないですけど、この沢村さんはいらないって書いてあるんですよ、わざわざ。 この階層にね、この撮影で余ったケーキってあるでしょう。で、ここって、あ、この撮影で余ったケーキって、あの例の撮影ですよ。であの時のメンバーが描かれてんだけど、そこに沢村さんはいらないってわざわざ書いてるのは、あのー、まあ、すごい簡単に言うと、やっぱり沢村さんにはまだ、 遺根があるんですよね、高一の中で。やっぱ沢村さんにはちょっと思うところがやっぱ残ってて、えー、でもやっぱあの制作会社の外部スタッフの人たちに対しての思いはやっぱまだあるんですよ。お世話になったっていうその恩,恩を感じてるっていうシーンなんだけど、やっぱりね、あの、うん、高一はやっぱりその代理店側に あんま感情移入できないんですよね。その、やっぱりクリエイターなんですよ。これ、まあ、裏設定でもないんですけど、やっぱり、その、本当に広告代理店のクリエイター向いてるやつって、そもそもエレンに感動しないんですよね。あ、えっと、ごめんなさい。漫画って意味じゃなくて、えっと、山岸エレンと出会って心動かされないんですよ。だから、こういうシどっちかっていうと、やっぱ、本当に職人気質というか、 それこそ本当に時代が時代で、なんか出会いが少し違ったら、高一はアーティスト目指してたかもしれないと思ってて、そっち側のタイプなんですよね。だから、この現場で作る、現場のスタッフたちには、すごい、ピュアに、あの、尊敬があるんですけど、やっぱりね、高一いはいつも悩んで戦うのは、やっぱ代理店側で、やっぱりその、なんだろうなうん、代理店に来ない方が幸せだったかもしれないタイプの、 人間なんですよね。で、余談ですけど、まあ、美大生ってやっぱそういう人が多くて、そもそも、この前ね、あの、僕、ムサビのオープンキャンパスに呼んでいただいてトークイベントやったんですけど、そこでも話したんですが、あのー、あ、それ、えっと、一個前の動画でアップしてるんで、よかったら見てください。えー、そこでも話したんですが、あのー、美大に行く人って、やっぱり、大体向いてないんですよね。本当は。 でも、代理店に行く人も多い。だからそこのギャップで苦しんでるのがやっぱ高一っていうキャラクターだと思うんで、あの、だからね、めちゃくちゃ多いんですこういうタイプ。あの、本当になんか根っからの広告代理店機質のなんかあの、すげえ根が明るくて戦略家で先輩に可愛がられ、え手、ー、うまいことやってっていうタイプ。 は、なあ、実はあんまり美大になくて、その、まあね、ちょっとごめんなさい、ここは話すと、うん、別の話になっちゃうから、ちょっと、えー、まあそういう人は多いっていうことだけちょっと言いたくて、うん、まあだから結構無理している人が多いんだろうなっていう感じ。だから、こういつもすげえ無理して働いて、でもそこに適応できたから、やっぱりこの、 この覚醒があるっていうことなんですよね、うん、だから柳はじめは間違ってる柳はこう,ゆうすけは間違ってるでも俺も同じクズだよっていうシーンでこの同じクズだよはもうちゃんとエレンこの漫画読んでくれてる人は分かると思うんですけどあのえー、あかりがエレンに初めて会った時に言った言葉「才能しかないクズ」 これがやっぱり、その、エレンのテーマでもあるんですよね。だから、その、えー、天才にて、えー、天才になれなかった全ての人への対局の言葉は、あの、普通になれなかったクズたちへなんですよ。で、これ、ね、すげえこすげえひでえ悪口みたいな感じだけどて、普通になれなかったクズたちへ。えー、だから、これは、 まあ、ちょっと、そ、そういうことです。だから、まあ、あの、ちょっといろいろさせてほしいですけど、まあ、こういっちゃくになってしまったと。土砂降りですね。まあ、ここら辺は、まあ、ちょっと、あの、言いたいことはいっぱいあるんですけど、あの、演出上に、演出上言いたいことはいっぱいあるんだけど、まあ、ちょっと今回話、クソ長くなっちゃったんで飛ばしますね。えー、夕立から入り、えー、っと、誰も気づいてないから、これ、 アピールしておきますけどこれ、この「渋谷アカリア」って、まあ、もちろんあの、ね、コメント欄とかでもあった「渋谷ヒカリエ」のオマージュなんですけど、「アントレース」っていう僕の,あのエレンの姉妹作、僕が書いてるエレンの姉妹作に出てます。で、あの「アントレース」の方は2018年頃の話なんで、 えー、この商業を、もうすでにオープンした、えー、渋谷アカリアを舞台に、えー、物語が一瞬ありますが、ちょっとよかったら見てください。まあ、アントレーズ読んでくださってる人結構多いと思うんですけど、あの、この渋谷アカリア、アカリアっていう名称自体ははっきり表に出してない で、どっかで書いてあったと思うんだけど、なんかメールの文章とかに書いてあったのかなまあちょっと裏設定に近いんだけど、一応渋谷カリアが出てきてますので、よかったら見てください。なんかね、この辺も、えっ、ー、と、ちょっと裏話ちょっと話します。えっ、ーえー、とね、何個かその疑問の声があったのを見かけたんで、ちょっと一応お答えします。えっ、ー、と、えー、商業施設のロゴデザインってあんまり記憶に残ってないよねって、 いう、あだから要はまあ大した仕事世の中にないんじゃないみたいなご意見あったかと思うん、あったんですよ。見かけたんですけど、えっと、これに関してはやっぱ広告とちょっと、広告のデザインとやっぱり、あの、面が違っていて、別になんかあの、いわゆるそのビッグアイディアがなきゃいけないとか、要は一度見たら一生忘れないとか、そういうタイプのデザインじゃないんですよね、商業デザインの。 あ、ごめんなさい。えっと、商業施設のロゴデザインって。だから、あの、例えばですけど、その、チラシに置いても見栄えがするし、えー、巨大なポスターに乗っけても見栄えがするしだ、えっと、極端なこと言うと、1センチの大きさでもかっこいいし、10メートルの大きさに引き伸ばしてもかっこいいし、みたいな、なんかそういう世界のロゴなんですよ。だから、ちょっと広告とは全然違って、その、またいろいろなんかね、あの、 評価基準が違うんです。だからそこは、なんかあの、あんまり、その、パッと見て、うわーすげえアイディアとか、そういうことじゃないんで、まあ、その、そういう感想があったのかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと、ロゴデザイン奥が深いんで、あの、えっと、そういう疑問が出てくるのはすごいいいことだと思うので、あの、よかったら、いろいろ、あの、気になった人はご自身で調べてみて、 勉強してみてもらえるといいなと思います。なんか、このエレン見てね、その、なんでこここうなってんだってわかんないかったら、ええー、と、いいきっかけだと思うんで、なんか、興味があるってことだから、なんでこうなってんだろうって思って。だから、そう思ったらチャンスだと思って、いろいろ調べてみてもらえるといいかなと思います。なんか、例えばですけど、 え、こういう、なんかあの、商業施設のロゴデザインに関して勉強したいから、なんか参考に何を見たらいいかは、とかを、例えば、なんかツイッターとかで聞いてもらえたら、もしかしたら答えるかもしんないので、まあ別に俺に聞く必要ないな。まあまあ、あ,あの、まあそれぐらいそのなんだろう、そのエレンきっかけでデザインに興味持ってもらえたら、すげえ嬉しいんで、あの、よかったらいろいろ調べてみてください。 で、えー、っと、ここも本当そうなんです。あの、やっぱロゴデザインやるとすげえ大量の仕事につながるんですよね。だからまあ、あのー、そうですね。オリンピックのロゴとかももちろんそうでしょうしな、まあ、うん。だからまあ、ロゴデザインはやっぱすげえ大事だよという感じです。えー、で、まあ、たった一つのロゴデザインが 莫大な利益を生む。まるでいつかのあの案件みたいなって言ってるんですけどじ、なんか、実はこっち逆で、その、あの、スパンクスウォーターのロゴデザイン、10周年ロゴデザインって別にあれ、あの、そんな重要じゃないんですよね、実は。もう言い方悪いけど。でも、柳優しい、<laughs> 柳優しいから、あれと同じやなって言ってんだけど、実はあっちの方が全然、あの、小粒なんですよ。1キャンペーンの1ロゴデザインに過ぎないんで、 こっちとはわけが違うんだけど、こっちの方が多分ね、100倍でかい案件なんですよ。えっとあ、ごめんなさい。案件の規模は違うけど、ロゴデザインの重要度で言うと、こっちの方が100倍やばいロ。あの、商業施設のロゴデザインの方が100倍やばいんだけど、あえてそれを重ねて言うっていうね、優しさ。これちょっとショックな事実だと思うんですけど、まあ、デザイン業界にいる人はわかると思うんですけどね。 同じじゃねえよっていうツッコミあると思うんですけど、なぜ同じと言ってるかっていうと、柳が優しいっていうことです。はい。で、机にジャケット脱いで白 T になるっていう。まあ、ここはま、読者の方も気づいてくれてる人多かったんですけど、あの、まあ、柳黒いイメージで、柳があの、黒い服から白に変わって、 で高一が黒い服にな,ってっていなんかそこの記号的なあの意味合いをちょっと受け取ってくれてる人いると思うんですけどまあまあそれもそうだしそれもそうだし合、えー、ってますその考察は合ってるんですけどやっぱりこのエレンの世界観においてジャケットっていうのがすげえ意味があってこれがやっぱあのルカワが先輩に言われたスー,ツと、えー、とスーツも T シャツも着れるやつになるよっていう。 言われてたと思うんですけど、この、ええー、と、ジャケットっていうのが、やっぱり、その、サラリーマンの清掃として、やっぱ、描いてて、で、柳も、なんか、このシーンが何かっていうと、柳もジャケットを着るんだよっていうシーンなんですよ。だから、うーん、なんか、あんま、ちょっと説明すると、あれか。 ちょっとあれかもしれないですけど、まあ、柳もジャケットを着るんだよっていうのだけを感じてほしくて書いてるんだけど、えー、そのジャケットを脱いだっていうのが、ここでやっぱりその1、一、一クリエイターに戻ったって指標者です。はい。で、まあ、この辺はちょっと、まあ、えっ、ー、と、読んでください。で、これ蜜月夜、蜜月、ハネムーンのことですね。 すげえいい言葉ですよね。蜜月。あ,あだからこの、僕、ちょっとこれ、あの、字面で認識してたからなんか知らなかったんだけどこ、まあ、これがまあほぼは、あれなんですよね。ハニー、ハニームーンから来てるから、要は、<laughs> まんまなんですよね。ハニームーン、蜜月で、あの、直訳なんですよね、これ。だからえー、っと、まあそんだけなんですけど、だからハネムーン、ハネムーンやって、 いいっすよね、この。うん。で、もう日が沈むって言って、えぇ、ー、はよゆうて、ああ、これ朝日です。はよゆうて、で、ここがね、い、え、や、ー、あの、すげえ気に入ってます。はよゆうて、って。なんだろうな、この、やっぱもう深夜のテンションなんすよ、もう楽しくなっちゃってるんですよ。あの、柳。だ これが最高だなと思って、楽しくなっちゃって、深夜のテンションで、はいを言うて、って。もうだからもう、4軒目のカラオケなんですよね、なんか、ノリが。もう、そこ、それが、やっぱ、俺はもう、愛おしいというか、やっぱ、柳はね、その、友達と朝まで飲んだことなんか一回はないんですよ。あの、友達と飲みに行ったこともないし、あの、オールしたこともないし、遊びでね、カラオケボックス、 で、なんか、オールしたこともないだろうし、彼女とデートしたこともないだろうし、なんか、うん、なんかね、ちょっと泣いちゃいそうなんですけど、あの、うん、でも、あの、<laughs> 泣いちゃいそう、あの、<laughs> はい。楽しいんですよね、柳は。ここで。 で、えー、<laughs> 柳さん、見せいって、えー、で、やり直せ。で、ゴミ穴、直せ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 って言って、ここで、このシーンですね。顔が並ぶ。で、えっ、ー、と、これは、なんか、あのー、感想、 コメント、ツイートとかでも、セッションみたいだねって、映画のセッションみたいだねって言ってくれてる人がいたんですけども、これは本当に、あの、セッション、セッションですって言ったら身も蓋もないけど、あのー、えっ、ー、と、セッションみたいに見せて出たら最高と思って返したんで、すげえ嬉しい感想でした。で、あの、まあ、余談ですけど、あの、なんか、えっ、ー、とね、漫画の演出、 に、あの、組み直すのって、やっぱそれはそれで一応漫画の技なんで、あの、なんか映画とかの、その、ストーリーをなぞるのはあんまり好きじゃないんだけど、あの、好きじゃ、好きじゃないって言ったらあれだな。えっと、ストーリーをそのまま漫画に置き換えたら、えっと、まあ、物によってはパクリっぽくなりそうなんだけど、そうじゃなくて、あの、なんか演出を、こう、違う媒体に置き換えるって、それはそれで技がいるんで、それは、あの、僕は、 パクリだと思わないんで、なんかすげえ自信満々にあのセッションをやってやろうと思って書きました。で、まあもし、えー、っと、コメントとかで別になかったけど、これセッションじゃん、なんか、これセッションじゃんっていうのが、もし嫌な気分になった人がいたら、それは申し訳ないなと思うんですけど、ごめんなさいって感じなんですけど、なんか、えー、っと、違う媒体、だから映画から漫画とか漫画から、ええー 舞台とか、なんかその違う媒体に演出を置き直すっていうのは一個の再発明だと思うんで、えっと、面白いチャレンジだと思います。なので自分で別に、自分のことを言ってるわけじゃなくて、あの、そういうことは面白い、えー、チャレンジだと思ってますので、僕は今後もなんかやっていきたいと思うんですけど、まあ、だから漫画の演出を漫画で再現するっていうのは、まあ、あんまり面白くもないんで、なんか、 それはパクリっぽいなとは個人的な意見では思います。で、ここのシーンですね。もうこれはもうなんか僕が、えっと、思わせぶりなことをツイートしたんで、えっと、えー、このなんか第何話をエレンがそのね、あの、フードをかぶるシーンですね。あの回を見てもらった後に読んでほしいですみたいなちょっとことをツイートしたんで、 えー、ここなんですけど、あの、エレンがフードかぶる、えー、シーンありましたよね。その、えっ、ー、と、ちょうどね、これ、今回みたいに、あの、自分で解説する動画で、その回をアップしてるんで、よかったら見てほしいんですけど、えー、そことの対になってます。だからちょっとここは、ま、えっ、ー、と、そっちを見てもらった方がいいと思うんで、ぜひ、えー、見てほしいんですけど、うん、それをさえ見てもらえれば、 わかると思います。あんまり説明しすぎると、かっこ悪いんで、あんまりですけど、まあな、そうですね。この、えー、下がってるっていうのがやっぱポイントなんだなぁと思います。で、えー、最後。こうですね。えー、口元で笑顔。やっと笑った柳。 で、まあ、ちょっとごめんなさい。あもう、身も蓋もない、書いちゃってるけど、高一のことって、ここ、まあね、ここは、えー、漫画では、あの、に、にわせて終わってます。まあ、別に読めばわかりますよね、この、完成やって。だから明らかにだって、これも、狙、狙いまくってんもん、この構図が。こう、わざわざってこ、ここに書くもんね、普通は。完成やって。 あの、OK やって意味だったら、ここに書くんですけど、完成やって、この背中にしおわせてるから、もう、もうわ、もうわかりますよねっていう、ええー、コマです。だからここはもう読んでもらえば。だってこんなとこに置かないもん、普通。っていう、させてくださいというコマでした。だからまあ、なんだろう。結構漫画ってね、その、そういう面白さもあるんで、<laughs> だってこ、こコースね。 ここにセリフを置いてるって、もうこれのことじゃんっていうな。まあまあ、そういう、あの、遊びも結構エレンではよくやるんで、なんか、その、あれこれってなんかどういう意味なんだろうって思ったら、割と構図とかも見てもらえると、あの、ヒントになるかなと思います。えー、っていう感じで、ごめんなさい。めちゃくちゃ長くなって、多分バッサリバッサリ切っていくんで、えー、ある程度、 切ると思うんですけど、相当長くなっちゃったんで、この辺でえ終わりたいと思います。えー、よかったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。えー、それではまた。